うも、武田です。本日は僕が最近マジやべえと思ったキャッチャーの方々を紹介するコーナーでございます。中にはですね、本当にもう信じられない神業がありますので、まあ、説明はさておき、とりあえずご覧ください。はい、まず一つ目、投手の頭を通過、超低空スローイング。相手はタブーさんですね。はい、ここでランナー走ります。ドーンと、これ、めっちゃいいスタート切ったんですよ、武さん。このキャッチャーもう投手の頭の横を通過する、もうすっごい低い球投げれました。おー、タッチしてアウト。送球もすごいですし、これコントロールも素晴らしいですね。どんないいスタート切ってもこれはアウトだったと思います。これが軌道ですね。ありえないです。これ相手の監督さん握り直してこのスピードですからね、すごいですね。はい、2つ目、あれ古田さん座りながらアウトを取るバッキンキャッチャー。これは去年 MLB ドリームカップの東京グランドスラムさんとやった時の映像です。二塁ランナー淳さんですね。このようにちょっと大きくリードを取るとすぐにチェックしてくる素晴らしいキャッチャーでございます。そして次、じゅんさん走ります。完璧なスタート、しかし やばいっすね。座ったままバーンと投げて完璧なスタートを切ったじゅんさんを指しております。こういう野球できたら楽しいでしょうね。いいな、肩強いキャッチャー、ナイスボール。はい、お次、力感のないホームから生み出す芸術スローイング。こちら山田トゥナイトさんと試合をした時です。このキュルキュルボールで竹さんが出塁します。そして早速走ります。この1球目、あー、これはすごい、全然力んでないんですよね、このキャッチャーの方。これで、はいはい、これセンターカメラです。このホームであんな素晴らしい球投げれたら楽しいでしょうね。余裕でアウトでございます。スローです。うわー、これは腕をちゃんと折りたたんでしなやかなフォームで投げております。まさに芸術的ですね。僕もピッチャーですけど、こういう力感のないフォーム目指しております。はい、ナイスボール、これはアウトですね。完璧アウトでございます。こんな投げ終わりの確信歩き、かっこいいですよね。この男には気をつけろ、瞬殺のワンバンスローイング。これは一昨年の北区連盟一部竹野川信用金庫さんと試合をした時です。このタイミングで一塁ランナー走ります。あっさ、すごい、これワンバンなんですけども完璧にアウトでございます。これ一塁ランナーいいスタート切ってたんですけど、もう球速すぎて着いた時まだランナーここにいますからの余裕タッチアウト。これはすごいですね。僕ランナーだったら絶対走りません。はい、お次、まさに神業、意表をつくノールックスロー。こちらが最後でございます。ビクトリアサマーカップ2017、東京ドナルドダックさんとやった時です。これ内野安打でゾイさんが出塁して、はい、あー、ナイスボールですね。これなんですよ、一塁ランナーのゾイさんがちょっと出た時、これを見逃さずにキャッチャーの方、このホームで一塁に投げております。投手に投げるふりをして一塁ランナーを刺しに行くっていう高等技術ですね、これ。はい、タッチアウトでございます。これできるキャッチャー、僕初めて見ました、本当に。ということで、今回は僕が最近思ったヤバいキャッチャーの方々を紹介しました。今後もクリオシティ TV ではこういう動画を作っていきたいと思います。今回の動画は以上になります。チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。
はい、令和初プレゼント、水野セレクトナイン軟式キャッチャーミット1名様、ターゲット加工がおしゃれのピッチャーのことを考えたいいミット、そしてニューバランスアップシューズ27センチ1名様、国吉監督が選んだノッカーにおすすめの高強度のアップシューズだ、いくらでも打てるぜ。さらに守備猿の家にあったバッテ守備手リストバンドのセット、アップセットオーダーアディダス限定、水のプロ刺繍入りスラッガー限定モデル、全プレゼント6月頭発表です。応募はチャンネル登録&コメントで完了です。